シンガーミラノのミラノ通信。シンガーミラノのミラノ通信、皆さんこんにちは、シンガーミラノです。ミラノ通信、ついに無事に1ヶ月を終えまして、11月に、ね、初めに開局、スタートいたしまして、無事1ヶ月が過ぎました。1回目はですね、私の、 仲のいい友達で、レストランのオーナーマダムでありつつ、もうワイン通でもありつつ、そしてピアニストでもあって、作詞も作曲もされる、井上美穂、マダム井上美穂を迎えてお送りしまして、次はやはり、音楽つながり、大学の時の軽音なサークルが一緒だった、今プロでバリバリやっておりますギタリスト山口智を迎えました。そこではスタジオミニライブ生配信させていただきまして、ちょっとまああのうちうちですが好評いただきました。ありがとうございました。そして続いてまたちょっと調子に乗ってですね、生ライブをまたやろうということで、日本の代表するお世話になっているあのフルート奏者井上新平を迎えまして、もうフルートと、ボーカルだけの生ライブを、はい、送らせていただきました。まあ、そちらもちょっとね面白かったというあの声もいただきましてありがとうございました。そしてまあ、先週はですね、またちょっとまた趣向が変わりまして、コンサル会社とかなんかバリバリのエリート社員なんですが、エリートビジネスマンでありつつ、最近DJ の学校を無事卒業して、夜のクラブでDJ 活動をね、すごいバリバリ始めたという、かっこいい同級生なんですが、彼にまたこの明るい中、DJ のどんなことをやってるのかってと説明との生配信をしてもらいました。そんな感じで、1週間を楽しく過ごしてまいりました。もうあっという間にね12月になってしまいました。もう私は毎年あっという間に12月を迎えてしまうんですが、今年はどんな方も、もう12月なのって思っている方がね、たくさんいると思うんですね。まあ、それはまだコロナ禍が収まってないし、今第3波がね来て、いろいろ緊張の毎日でが続いております。だからまあ本当に私たちも、私なんかはシンガーなので、こんなことしていいのだろうかというちょっと冷たい目も、感じたりもして、まあ本当にこの先どうやって行ったらいいのかなっていう日々も過ごしております。でも、ね、いつか絶対明けない夜はない、朝は必ず来るので、そのコロナの収束を願って希望を持って生きていきたいと思います。それで、医療従事者の方には本当に感謝をし、一人一人が気をつけていきたいと思います。そしてこちらのアズーリ、鳥越アズーリ FM でも、検温の徹底、消毒、スタジオ消毒、換気ですね、あとまた今週また新たにこういった隣の方と のアクリル板もまた併設しました。でスタッフはマスクを着用しております。そして、こちらトレイルという殺菌効果のある、空気清浄機ですね、そちらを、常設しております。そのように徹底しておりますので、よろしくお願いいたします。今聞いていただいてかかっているのは、私の、オリジナルソングのある日空からですが、まあ、ちょうどこれから冬に向かってですね、冬にできた曲ですが、こうとも思いながら空を見たら、ハラハラっと雪が降ってきたら、その人から雪が降ってるねっていう、ね、メールが来て、あら、なんか 空と心でつながっているなって、そんなちょっとウキウキした気持ちを書いた曲です。ある日ソロから聴いていただいております。今日はですね、またいろいろ
今までと違うゲストもお呼びして楽しく過ごしていきたいと思います。今日はですね、これからもう来ていただいているんですが、紹介するゲストは、まあ、私はすごいくんづけで呼んでしまっているのは、まあ、同級生だからなんですが、すごい人なんです。すごい人って言っても分かりませんよね。本人からも紹介しておりいただきますが、ただそのすごい人になる石杖ができた時期に知り合ってて、それからまた数十年ブランクがあって再会したんですが、まあ、日本のホロビッツと言われている、まあ、有名な偉大なるピアニスト斉藤正宏を今日は、詩をお呼びしております。で、彼となぜ私はまた再会できたかというのは、まあ、それをお話ししていきますが、私はいろんな、ね、思い出、幼い頃の思い出の中に、彼とは小学校 1,2 年の 3,4 年も一緒だったらしいんですが、特に 1,2 年がの思い出がとても強くて、いつも学校はね、世田谷の素朴な田畑の畑のがたくさんある中にある素朴な、小学校、公立の小学校だったんですが、まあ、そこでひときわこうお坊ちゃまっぽい綺麗な身なりをした少年がお母さんにランドセルをね持ってきて、お母さんがランドセルを持って通学してたんです。で、どうしてかなと思ってたんですけど、まあ、それは彼はピアノをね、まずピアノも小さい時から英才教育を受けてまして、そのピアノを弾く、後から、それは後から聞いたんですが、ただの過保護だと思って見てたんですが、それは、お母様がランドセルを持って通学をする時に、昨日やってしまったのをね、ピアノの練習を確保するためにお母様がやった宿題を、の内容を口からの口頭で伝授して、でそれを彼はもう全部その頭にインプットして学校の勉強についていったっていうところがまたすごいなと思うんですけど、それでもうピアノをやってたのが有名だったので、教室にはものすごくボロい公立の学校ですからね、ボロい足踏みのオルガンがあったんです。そのオルガンみんな自由に弾いてたんですが、まあ、彼がねパッと前に来て、当時流行ったウルトラQというつぶれやウルトラマンの前身の番組ですね、それのテーマソングを弾いてくれて、まあ、それ見事にボロいオルガンで弾いてくれるんですよ。それでもうそこに人だかりができて、ああじゃあ次は何々やってとか、まあ、そういうねスター級のプレイヤーって昔ねクラスにいましたけど、その中でも本当に彼はその後ね、世界に名を馳すピアニストになった。でやっぱりそういう礎には、お母様とかお父様の努力というか、まあね、夢を託してその環境づくりっていうのも並々ならぬものがあったんだろうなと思ってます。で彼は、ね、もう綺麗な指をしてたんですね。で私もなんかその頃もガキ大将みたいな本当に野生児だったので、手が綺麗な手見てすごく憧れて、毎日彼の指になりたいなと思って、毎日桃の穴というねハンドクリームを必死でつけてたと、そんな思いがあります。それでまあその当時のね粗野なガキ大将の男の子たちとはまた彼とは違って、女の子に愛してるよとか小学校 1,2 年の子がね言ってるんですよ。まあ、それがみんな面白がって、ね、こういう人もいるんだというね新鮮な驚きとともに、まあ、みんな仲良くしてもらってたんですが、でお家に呼ばれて、お母様のね素晴らしいバレリーナ時代の写真を見せていただいたり、お父様の指揮してオーケストラを指揮してる写真とか見て、なんかこう別世界のね垣間見せてもらったなっていう、そんな思いがありました。まあそれで、まあ、成長していくうちに私は、まあ本当に体育会系ね、まあ地域の学校の体育会系ですが、まあ、そういった道に進んで、まあ、すっかり疎遠になってしまったんですが、まあ
テレビをつけたら出ていたり、あの名前はあやっぱり彼はもう音楽家として大成してるんだっていう名前は知ってたんですが、まあ、私をつないでくれ、あのその彼とつないでくれていた、あの音大での同級生が、ね、今も私たち会ったりしてるのよって、で私シンガーやってるからじゃあちょっとつないであげるわよっていうことで、まあ、つないでくれて、今年の夏ですね、再会が10年もの時を経て、再会が叶ったわけです。まあ、そういった中でいろんなつながりもまた発見できて、まあ、それで今日ね、まあ、私がいろいろ大人になりすぎたなりにシンガーとして細々と頑張っている姿を、まあ、理解してくださった彼が、まあ、だからなんかね曲とかやって持って持つといいよとかいろんな提案をしてくださったんですね。そんな時にこの鳥越あずうり FM と出会ったので、なんか本当にすごいありがたいアドバイスをいただいたなという、なんか本当にちらっと言ったことがポンポンポンと決まったので本当にありがたくて、そういうなんかただただもがいているっていうか必死でこなしているだけでそういうことに目が向けてなかった私にそういったヒントをくださった、やっぱ偉大なるピアニストに本当に敬意と感謝を、抱いております。そんな感じで今日はお祝いを兼ねて来てくれました、斉藤正弘さんです。くんとかさんとか先生とかいる斉藤正弘さんです。イエーイ、こんにちは、斉藤です。そうだから ね、みなごさんって名前を聞いた時何するんだ、まさか私だと思う渡辺沙織とは知ってる、ジャズを歌うのにね、うん、なんでみなごなのかなとかね、シカゴとかの方がねいいんじゃないかなとか思ったりしてね、で、まあ、フェイスブックでもねつながってたから、うん、フェイスブックを見てみたらこうなんかライブの合間にこうスパゲッティを作ったりとかねそういうことがあるから、あっこれスパゲッティ作んでミラノって言われてるんだとかねそんなこと言ってたら違う違うって言って、あそうなんだ、だから本当にそれも知らないんですよね、だから結局何も知らない、確かに何も知らない、で私はやっぱり覚えてるんですね、印象的な、ね、少年だったし、はい、お母さんも素敵だし、実はなんか私がいじめたらしくてお母さんに怒られちゃったりして、それもね全然記憶がないんだよね、まあ、ねだ基本的にすごくね彼女にお世話になったらしいんですよ僕は、いろいろ面倒を見て、まあもねとても優しいこう心の広い女性だからきっと僕いろいろ子供の時にね面倒見てくれたんだと思うんだけれども、それで忘れちゃった、おませだね、やっぱりその愛してるなんて1年生から言ってるぐらいですから、ね、おませなので、もっとちっちゃい時から言ってました、ね、僕ね2歳3歳の時からね可愛い女の子がいるとね よちよち歩きでその子のとこに行って抱きついてね結婚してくださいって言ってたみたいな、そう、結婚してくださいって何人か言われてました、私も言われたかもしれません、あそうでもそれも忘れてるでしょ、でどちらかというとその小学校でも小悪魔みたいなね そっちのタイプが好きなんだから、今もそうですよもう、ね、どれだけね傷だらけになってるか分かりませんけれども私も三つ子の魂でね、はい、で私の友達の悪魔系の女子にね告白してるんですね、小学1、2年でね、うん、あところでここ、はい、イヤホンがないかわかんないんだけど、かかってますか、あか僕のお聞きいただいてるのはお聞きいただいてるんじゃなくてこれから聞いていただくのかな、これから聞いていただくと思うんですけれども、ありがとうございます、すいませんね、ありがとうございます、いいですね、こう後出しで出てくるところが素敵です、私のですねただ出てきて今ちょっとね今目も悪いんでねこんな感じでしてるので、何する人だろうとね後で YouTube 見て思われてるといけないので、まずちょっとね、はい、ピアノも弾いていただきたいと思います、リストの皆さんよくご存知の、ラ・カンパネラちょっと聴いてください。
まあ、自分の餌に合わせて、ね、ここもできないし。あの、まあ、ちょっとね、あの、また演奏の方はまたどっかで聴いていただくとしまして。素晴らしい。いや、そういうわけで、あの、私たちも知り合いっていうかね、また本当に同級生、本当に同級生なんですけれども、そういうわけで子供の時は僕はとてもお世話になったみたいなんですけれども、お世話でもないですけどね。でもね、本当にね、覚えてない、何にも覚えてないから、何にも知らないですよ、最近のことはね。最近のことね。だから結局僕の、コンサートを来てくれていた同級生の一人いまして、まあ、その子は ね音大出て、うん、てか学級委員をねずっと一緒にやってたんで、なんとなくすごくよく覚えていたし、中学校の時も一緒だったんで、うんうん、非常に印象が深くて、まあ、その子はその後音楽の先生になられたん で、ね、まあ、そういうことで興味もあられたと思うんで、コンサートに来てくれて、それでね、また覚えてるって言われてね、彼女ジャズシンガーになってるんだよって言ってね、そうそう言ってくれて、そんな人がいるんだと思って、いやー、それで先ほどあの田舎のね、あぜ道行ってみたら、いや皆さんね、そんなとこない、東京はあの世田谷区の洋画ですからね、皆さん、洋画、ね、桜新町ですからね、いや今オークションが立つ、あの立派な、行きませんよ、そのあのそこら辺にね、声だめがあるようなね、あの みんなその風景をね、あの教室に壊れたオルガンがあって、すいません、今都心のね、あの素晴らしい、お金持ちが住むようなね、そう、あの町ですから住めないですからね、はいはい、なかなかね、まあ、だからそこ一回出ちゃったら住めないからね、そうそうそう、そこに僕たち、子供の頃はね、いて、まあ、そういう風に遊んでたりしてたわけですけれども、だから本当に知らないんですよ、大人になってから、ね、だからね、本当ですよね、うん、私はテレビつけるとあっていう時期は、いやいや、そんな、ありますけどね、だから、いやもう初対面に近いぐらいで、実は今日この番組に入る前も、まあ、僕人形町に住んでるんですけど、人形町、ま、食レポもね楽しすぎて、食いしん坊なんで、いやいやすぐ反応しちゃうんですよね。それで人形町のお寿司屋さんで、ミーティングね、そうそう、先ほどなんで見るのっていうのってね、それもさっき聞いて、それもさっき聞いて、そうねーとかって言ってね、いちいちびっくりしてね、あんまりなんかこれでお話しするのに何も知らないといけないと思ってね、実は今彼女の方からもちょっとお話あって、まあちょっと一緒に演奏もしてみないとかって言われたんだけど、実はまあ僕は今ちょっとお聞きのようにドクラシックなんです、そうですね、もうクラシックもドクラシックね、でこれはジャズだし、やっぱりね、異文化交流っていうのはね、よっぽど仲良しか、うん、よっぽどお互いの芸風をしてないとやっぱりねマイナスになっちゃうんだよね、だからもうそんないきなりね、いきなり合わせるの無理だけど、なんか困ってることないって言ったら、いや困ってることはないけど、もっともっとね、こうやりたいって言ったから、じゃあラジオの番組とか持ってるのって言ったら持ってないって言ってたから、いや僕は実は去年江東区の方でね、やっぱりこういう番組を持っていたんで、ていうか今ねみんなやってるんですよ、うん、ね、そうですね、皆さんのお知り合いのジャズシンガーみんなやってますね、出してもらったりはね、やってるんで、あなたもやったらいいじゃないって言って、じゃあもしね、その江東区の方のお知り合いがいるから、紹介してあげようかなとかって言っていたら、これが始まったから、うん、おやるじゃんと思ってさいやでもそれを言われなかったら、なんかこれもピンとこないけど、うん、あーって思ったんですよね、うんうんうん、だからそのタイミングがあまりにもね、うん、近かったから、うん、ちょっとお役に立ててね、ありがとうございます、嬉しかったんですけど、ね、持つべきものは持つべきものは本当ですね、同級生ですから、ね、いやまあそんなことで、まあまた再びお付き合いっていうか ねありがたいです、まあ、なんて言ってもね、2人で話して一番楽しいのは、うん、あの時、まあ、2人がいろいろ関わってた同級生、それも、まあ、ちょっと記憶にある同級生が、うん、どんなことをしてるかっていうのを聞くのが ね、例えばラーメン屋の息子とかね、材木屋の息子とかね、いろんなのがいたんですよ。でね、それ未だにやってるとかね、あと継いでるとか、結構洋画はそれが多いですね、うん、親の継いで、そう継いでるとか、まあ、そういうの聞くとこうなんか、ね、ね、こう気持ちが ねセンチメンタルのねなんかこうノスタルジックなそういう気持ちに、三丁目のね夕日ってわけじゃないけどね、ああいう
風景がいっぱいありましたね。洋画の黄昏ですか、わかりませんけど、まあ、そんなような感じに、まあ、でもその頃その中であのハイカラな暮らししてました。超ハイカラな。そんなことないんです、あの全然そんなことないんですよ。まあだから逆にピアノが弾けるマンションを探すんで大変でね、で結構ね、あの変なマンション住んでたんですよ。ただピアノがやっぱり弾けるっていうことでね、やっぱりどうしてもこう隣から文句言われたりするとね、だもうそれが大事だから、もうそこが全て犠牲になっちゃったっていうかね、そういうことはあります。だからうちの母親がね送り迎えしてたっていうのは確かにね、ピアノねやっぱり1日ね3時間4時間子供の時の3時間4時間ですから ね、大変なんですよ、この時間捻出するのが、ね、といってやっぱ寝ないわけにいかないでしょ。だから夜は何時頃寝てたんですか。だから10時半ぐらいまでピアノ弾いて、その後ご飯食べてっていう感じでしょ。あの頃はビデオとかないから、ね、実はねあのウルトラマンとか見たかったのに見れなかったとかね、それでウルトラ Q はどうして、いやだからなんか、いやなんかウルトラ Q やなんかはなんか6時ぐらいにやってたから、おやつ食べながらちょっと見れたとかね。だけど7時半ぐらいにやってるやつ悟空の大冒険とかはね見れなかったんで、うん、それで大人になってから見てね、あ見なくてよかったとか思ってるよとかあまあ、いろんなことね、いろんなことをあの、まあ、ことがあるわけですけれども、まあ、だから犠牲になってた分、だからあの宿題とかももう本当めんどくさいやつは親がやってくれたんですよ、ピアノのために。であの結局学校もね今と全然違うんですね。まあ今はほらちょっと能力が特殊能力があると、うん、あの割とチヤホヤされるっていうかね、あのみんなあのいいじゃん飲んでやりなさいって、うん、個性だとかってね、何でも今はほらあのその人種差別もいけないし、うん、みんなあのいろんなことをあの やってることが素晴らしいっていう風に、あの当時はもう本当に平均的なものを求めるから、特殊なことをやってるともう本当に攻撃されちゃうんですよ。だからやっぱりあのピアノやってるからって言って成績がうんと下がったりすると、うん、もう先生からもうね非難されちゃうし。小学校の時もありました。ありましたよ、うん、ありました。それでまあだからそういうことされないように、うん、だからあのでも塾行ってる暇とか全然ないから、ね、だから母親が送り迎えしながらあのそうそう勉強教えててくれてくれて、うん、でもねうちあの当時その、まあ、芸大っていうか芸大附属に入ってきた子たちってね、うん、やっぱみんな、まあ、親とか兄弟とかがそういうふうにみんな協力してくれて、うん、じゃないと入れないですね。犠牲になったっていう言い方はね、うん、まあ本当に良くないけれども、まあ、そういうふうにしてみんな、うん、こう育ってきた育った音楽家になってるから、うん、まあやっぱり特殊だしね、大変だったんですよ。極めるっていうのは大変ですね。極めて、まあ極めてないですよ。ただ極めるものも何もその今はそうでもないんだけど、実はね芸大入ったりするのは、うん、とっても難しかったんだよね。そうですよね、うん、だからね特に高校なんか大学より大変っていう話ですね。今もそうだけど芸校とかっていうの、ね、全国で10人しか入れないから、ねじゃあもうみんなそっちに気持ちが向いてるから、そうみんなそっちですね。だからもう本当に親も犠牲になるわね、うん、みんなもう僕もほらあの臨海学校とかね、うん、遠足とか全部休んでたし、体育はもちろん見学してたしね、付き火するからって言って、ね、だからあの唯一あのバジ公園とあの絹田公園の写真があるんですよ。ありますね。だそれは歩き遠足だから行った、それは行かせてもらえたんですね。行った、ね、それは行きました。だから今はね逆にあんまり気にしないよね。あのピアノやっててもみんな平気でバレーボールやったり、まあさすがにボクシングはやんないけどあのバレーボールはねちょっと心配ですもんね。うん、まあ、みんな結構ねあのスポーツピアニスト多いんですよ。それであの普通にやってあのっていうのはやっぱり学校側の理解があるからだと思うんだよね。僕たちやっぱり学校側の理解のないところで、だからやっぱりあの音楽家としてもこう成果を出さなきゃいけないし、成績も落とせないしっていう、まあ、緊張感があって、うん、結構ねいじめられたんだよね。まあその小学校のその 1,2 年の時はそうでもなかったけど、その後やっぱりちょっといじめられて転校したらまたいじめられてね、うんまあ、いじめられたってやっぱりちょっとあの陰湿なね、あこうまあ、ひがみもあるんですよね。まあ、ひがみもあるって言われちゃ、ね、あれだけど、もう本当にね嫌なこといっぱいされました。ちょっとね根性悪くなったよね。あ、うん、そうですよね、うん、ちょっと根性悪くなった。だからそのいじめたやつが、うん、その後、うん、なんか死亡してた中学ね落ちたって言ったりね、もう本当に嬉しくてしょうがなかったね、うん
ごめんなさい。いやだけど、まあ、だけどそういう、ね、そういう気持ちもやっぱりあった、うん、ありましたよね。だから、まあ小さい頃っていうのは、まあ、僕だけじゃないですよ。音楽家みんな、あの僕ぐらいの年齢の音楽家みんなね、うん、ピアノクラシックの子たちってそういう苦労して、なってる人が多いです。そういう頃ないよね。ジャズの方は全然もうなんかもうなんか体育会系やってたって言ってたよね。あのだからたもうなんかあの鈴木屋の由美ちゃん知ってます？鈴木屋の由美ちゃんと遠いなと近藤さん知ってるの仲間ですけどあの鈴木坂田だね、坂屋さんの由美ちゃん、と私はあの小学校の時演劇部で割とちょっといいあの活発にやってたんです。だからみんな中学行ったらあの演劇部入ると思ったらあのちょっと体操部にすごい素敵な先輩がいて、これは行ってみたい、うん、女の先輩ね、憧れちゃったね、すごいコマネチみたいな、ね、すごい綺麗な、もう抜けるような白、ちょっとかっこいいからそっち入っちゃって、みんなそっちに入っちゃって、そしたらもう本当にね、クラブ活動をやるために学校行ってたよ。でもそれどのぐらいまで高校とかもやってたの？いえいえ、それがね1年で先生そのあの顧問の先生がじあの重要じゃないですか、あの中学の体操部、その先生が転勤になっちゃったから中2で、あの隣の区域に行っちゃったので、そこに呼んではくれたんですけど、夏休みとかだから全然同好会みたいになっちゃった。まあ、このラジオを聴きの皆さんはね、もう皆さんの大ファンだと思うからいろいろご存知だと思うけど、あのその、はい、歌をね、やられたきっかけっていうのはいくつぐらいの、まあ、歌はすごく好きだったんですけど、うん、あのそれこそでも洋画中学校のね、うん、あの先生が、うん、あの音楽の先生がブラバンを持ってた先生なんですけど、だから全然担任とか持ってないんだけど、うん、あの 学年末に必ず人前に、みんなの前に立ってアカペラで歌、好きな歌を歌わせるんです、それをねすごい褒めてくれたんです、うん、だからそれでなんか褒められたことが嬉しくて、あ、じゃあちょっと私まだ歌頑張ろう。高校生ぐらいの時にはもう歌ってたって感じ？高校生はなんかあのオフコースとか、あ、オフコースか、俳優系統で、ね、なるほど、フォークソングの方だね。そう、そっちですね。で大学の時にじゃあ大学でちょっとしたらフォークソングのクラブとか違う、ニューミュージックみたいな件出た、ね、あのジャズ系まで行かなくて、なんかあのそういういろんなポップスバンド系の ねジャズ系になってるけど、まあやってることはまあポップスとかロックとかその辺の、あの時代そうだもん ねそれのボーカルで、ね、あの他の大学入ってます、うん、その、まあ、人たちがまた今 ねあの続けてまた OB ライブとかでまた再開して ね要するに坂本龍一とかね、あれがちょうど僕たちのちょっと上の先輩たちだったから、そうそうそう、まあ、近くで見れたんですよ、うん、まあ、世の中がそういう時代でしたよね。ちょうど、あの、まあ、まあ松任谷由実さんだけど、そうそうそう、たちがなんか新しい音楽として ね出てきた、かなり新鮮でしたよね、うん、時代だったから、あ、僕たちの確かに青春時代っていうのはそうですね、高校時代、高校生の時代カーペンターズとか流行ってたんだよ ね良かったですね、良かったよね、やっぱり上手かったよね。そう、やっぱりあの人たちは正統派ですよね、うん、なんて言ったって上手かったと思う、ね、思う、説得力があったしね。だからやっぱメロディーラインがある曲をね、やっぱりしっかりこう、なんていうの、選んだっていうか、そういうことですからね。でもポップスとか聞いてました？いや、僕はね、ジャズは好きなんですよ。僕はあの、ね、昔からシナトラとか大好き。あ、いいですよね、うん、だからシナトラ好きだし、だからその関係でトトミー・メネットとかメルトーメとか大好きで、メルトーメ来た時には、あの地方公演を一緒に、あの人はね、もうすごくあのソルフェージュって分かる、要するに音楽 の、あの技術ですね、論理的な技術みたいなのを教えるソルフェージュって言うんですけど、もうソルフェージュ力がすごくて、楽譜の読解能力がすごいですよ。アレンジは全部あの人やって、まあ、昔メルトーンズっていう、あのいわゆるコーラスグループを作ってて、まあ、そのアレンジはなんか、あの昔ジュディ・ガーランドってね、あのオーバー・ザ・レインボーだった、彼女のテレビショーっていうのは、実はメルトーメが音楽監督だった、だから彼が全部ボーカルアレンジとか、で彼は時々ね、彼女のショーに出て歌ってたけれども、まあ、彼は歌えるけれども、そういう
あの例のほら、ね、クリスマスソングだって彼の、最高ですよ ね彼の作品だし、やっぱりその店長やなんかやっぱ素晴らしくうまいし、やっぱ楽譜が読めてジャズを歌ってる感じなんだよね。だからあのスキャッティアなんかだってものすごい上手いけれども、あのエラ・フィッツジェラルドみたいにやっぱりなんていうのこう、即興でね、即興でフィーリングで歌ってるっていうよりもやっぱりちゃんとスコアがね、書こうと思えば書けるようなスコアで歌ってるんだよね。だからジョージ・シアリングとデュオをやった時にサンド音程でね、あのお互いにこうハモれるっていうかね、そういうのができるから、まあ彼はクラシック的な能力もあるから僕たちは聞いててもとても面白いですね。斉藤君のクリスマスソング聞いてみたいです。いやそう、まあ僕はだから、ね、歌は歌えないので、まあ、ピアノもう十分でございます。とんでもございません。ということで僕の出番って何時まで、まあ、そうそう まだまだ大丈夫です、あのもう一曲とか聞きたいんですけど、もう一曲聞きたい、ま、でもまだもうちょっとお話が、もう一曲聞くとね、かけるとね、僕はさよならで帰っちゃう。もうちょっと喋ってください。まだ全然時間がある。大丈夫ですか。まあ、今ほらコロナ禍でしょ、一番大変ですよね。大変ですよね、本当になんか、まあ、結構本当に光が見えなくて、なんか例えば友達ね、音楽仲間も、あのメールとかしてもなんか明る先が見えないですが頑張りましょうみたいな感じ、なんかだんだんそれもね、上等で、例えば僕たちだってね、あの大きなホールばかりじゃなくて、あのサロンコンサートってのがあるわけですよ、サロンコンサートほどの危険なんですよ。まず狭いじゃない。そうです、ね、狭いってことは、まあ、まあ、ピアノの中横向いてるけれど、まあ、トークとかもするでしょ。やっぱり狭いからお客さん飛沫飛ぶっていうことで、狭いホールほど中心になってる。そうですね、だから今日いつもだったらこんなお教室みたいなところでね、サロンコンサートをするけど、もうちょっとできないから大ホールに変えましたって言ってね、お客さんどこにいるのかなってどこみたいな感じであのみたいなサロンコンサートがだからしにくいから、まあ、ライブハウスはね、まあ、おまけにもお食事も出てたりもするでしょ。そうです、ね、だから難しいですよね。僕はねブルーノートとかで弾いたことあるよ、弾いたんですか。弾いた、あの名古屋のブルーノートってクラシックナイトとか、やっていますから、なんていうのクラシックだけでやることっていうのもあったんですけどね、ブルーノートでもいいですよね。みんななんかちょっとあの来る人がやっぱりこうちょっと特別感があるからブルーノートに行くよっていうのはね、あの自分の中でもね、だからちょっとおめかししてるし、そうで、ね、なんかね、お客さんもちょっとね、本当ねこれクラシックのコンサートってね、このなんていうのプログラムのね、ページを一目くりしただけでもね、パサッとしただけでもね、そういう世界でしょだけどそのブルーノートでせっかくやるからみんなね、あの僕が出てきた瞬間に食事やめてこう椅子をこういうふうにやって見たからね、いや皆さん今日はブルーノートなんだからね、ブルーノートらしくやりましょうって言っても全然構いませんよってね、言ってそうした。それでも大失敗。あのお客さんはいいね、だけどあのウェイターがさ、あの結局あのどうぞって言ったら飲み物とかでどんどん持ってくるわけ、で、ね、音はいいんだけどこう弾いててね、これね人が動くっていうのはね、あんまり経験がないわけ。ジャズなんです。そうそう、当たり前ですね、あのね、弾いてて、ね、動くのはお化けくらいでね、心霊現象でしかありえない。だからなんか動くたびにドキッとしてね、言うじゃなかったと思って失敗したと思ったんだけど、でもね、楽しかったんですけど、なんか曲をかけた方がいいかって言ってますね。はい、じゃあ、何を、ドリームの、コッペリアのワルツって、まあ、有名な曲があるんですけれども、そのドリームのコッペリアのワルツをピアノに直して、やったバージョンがありました。とても華やかなので、さあちゃんとその曲がかかるかどうかちょっと心配ですけども、ドリームのコッペリアのワルツ、お聴きください。かけてみてください。これはスタジオで、スタジオじゃないです、ホールで、ホール生録音、生録音でセッションなんです、
僕これで帰ろうと思ってたのにちょっと話してって言うからこれはね、あの、いや素敵ですね、スタジオ録音とかじゃなくてね、杉並公会堂っていう大きなホールで、あの、まあ、あの録音のセッションだから、ね、ライブではないけれども、そうやって撮ってるんですね。なんかこう精神集中とかあるんですか？ね、ないないない、そういうのはない、ね、イメージだけね、ワルツだから、まあ、踊れるように。まあ、一番面白いのは僕たちクラシックっていうのは、その皆さん考えると一番なんかすごくきちんとして格式があるようにまあ思うけど、意外に自由なんだよね。ジャズの方がドラムスで刻んでるから、僕たちね、ああいう刻まれるのねとっても嫌なの。まあ、ドラムスのね刻み出すのブレイブみたいな何を刻む、それは初めて何をリズム刻むかみたいな私に合わせなさいみたいな。でこちらフリーに動いてて、フリーに乗ってるんだけど合わせてるんだよね、みんなね。だから意外にびっくりされますよ。だからジャズの人たちは僕たちに合わせるの難しいんだ。あ、そう、あ、そうですね。できるね、テンポが正しくないからね。そういうのはちょっと面白かったです。大丈夫、時間僕そこまで出てて、あ、それ最後にあの、うん、私があの憧れて一生懸命桃の花クリームを手を見せてください。桃の花クリームからお金もらわなきゃいけないんです僕は、ね、いや、ならなかったんですけど、ね、実は僕はジュリークつけてますからね。あ、ジュリークですね。いいです、あ、言っちゃったな、言っちゃいましたね売れるかもしれない、うん、でもすごい、あ、ここが広いんですか？てかね、ここ暑いんだと思う。あ、だから音がそう、もうもちっとしてますから、もっちり、もっち、白魚とかじゃないですね。ね、今お持ちですね。グローブのような手になってますけど。これが素晴らしい音楽を生み出す、まあ、この手だけじゃないですけどね、すべて魂、はい、頑張ってこれからもますます、ありがとうございます。でも本当に斉藤君との再会がね、こういったきっかけをね、今日もね、ちょっと素晴らしい、ちょっと神降臨みたいな、ね、なんかあの出来事がありました、ね、すぐ近所なんですよ、このスタジオ。そうなんです。鳥越、ね、えっていうからね、どこまで越えていくのかと思ったえーとか言ってすごい二駅ですね。そうでもあのちょっと、あ、次回またあのグルメ特集なんてすごいんですよ、もう本当にね、あのそれもね、こんなあのセレブなのにちゃんとなコスパのいいものを選んでね、だって毎日のことだからね、作れないからね外食なんだからね。でもすごいもう魅力的っていうか、でもちょっと痛風になりそうな気もするんですけど、あのぜひあのフェイスブックとかで見てみてください。よろしくお願いします。本当今日は本当ありがとうございました。はい、本当いろいろね、岩田さんもよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは皆さん、ではまた来週、あ、もう来週来ます斉藤正宏氏、あの大数今日はこれでこれにてお別れですが、はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼します。ありがとうございました。いやー、なんかね、あの持つべきものは偉大な友達っていうことで、なんか自分の格も上げちゃったりして、本当にあのね、もうこうなってくると本当そういう、こうなってくるって、こうある程度ね大人になってくると、こうそういうありがたみをしみじみと感じますよね。本当12月のいい皮切りとなってなりました。ありがとうございました。私も後でね YouTube とかを楽しみにあの見直したいと思います。では、恒例のミラノ食堂、ね、先ほど斉藤君にも、私はなんか食事を作ってるのでミラノという名前がついたんじゃないかと言われますが、まあ、ミラノは MARANO の一応、ローマ字表記のミラノですが、あの本当にお料理、食いしん坊が高じて、ライブハウスのね厨房などもあのにも出没しておりますし、まあ、日々いろんなお料理を作っておりますが、ミラノ食堂、今回はワタリガニの、パスタです。ワタリガニはね、やっぱりあの味噌の入ったあのちゃんと丸ごとのものが手に入らないと、ちょっとこの美味しいのもできない。これは完成図ですね、私が作りました。まずこれは今回入ったのは宮城産の、生の、ワタリガニで、これをパーンとちょっと気をつけながら2つに割ります。そうすると味噌がたくさん詰まっております。それを、あのフライパンでですね、あの、みじん切りにしたニンニクと、オリーブオイル、それと鷹の爪をですね、よくあのニンニクを焦がさないように炒めます。そして、フレッシュなトマトも刻んで、あと、
ミニトマトも、まあ、あるトマト、うちにあるトマトをね、入れちゃいますね。でそれでも足りなくて、そして、カニが、色づくまでよく炒めます。それで少しですね、日本酒と白ワインもいろいろ入れちゃうんですが、赤ワインも入れてしまいます、私の場合。そして、トマトがちょっと足りない時は、カットトマト、トマト缶のカットトマトを一缶半ぐらい入れます。そして煮詰めていきます。煮詰める時に、塩コショウと、あとちょっと私は隠し味に 白だしを入れてるんですね。それとあと、コンソメの粉ですね、または、鶏ガラスープの顆粒をちょっと入れます。そして、クレイジーソルトとかも入れちゃって、月桂樹の葉っぱ、ローリエも入れます。そしてちょっと煮込みますね。その間に、パスタを茹でるのが、まあ、6、7分です。その時に、茹で汁をお玉1杯ほど、そこの中に、今映ってる中に入れます。そして味を見ながら煮込んでいきまして、茹で上がったばかりのパスタをざーっと絡めます。そして仕上げに生クリームを入れて、こんな感じになります。大変味噌の味も濃厚で、濃厚なトマトクリーム、ワタリガニの味噌入りの、美味しいパスタができました。いつかどこかで私のパスタを食べてください。ミラノによるミラノ食堂、ワタリガニのトマトクリームパスタでした。ありがとうございます。なんかこれね、毎週動画でということで、ちょっとやっと明日ちょっと動画の仕込みをできそうな感じなので、来週はミラノ食堂を動画で送れるかなっていう感じで頑張っております。ミラノ食堂でした。もう今日はね、素晴らしいゲストが楽しいトークを繰り広げてくださったので、あっという間の、なんかもうあと残りわずかになって、私のまたたどたどしいトークで、お付き合いいただきたいんですが、音楽は今何がかかってるかな。私のオリジナルの、変わらぬ思いという、オリジナル CD の中から、ジョージ・ベンソンのですね、変わらぬ思い、ミラノバージョンでお聞きいただきたいと思います。Nothing gonna change my love for you. 私たちの愛は何があっても変わらない。ちょっとボサノババージョンで、歌ってみました。昨日も、初めてのシャンソニエですね、シャンソンのお店に出演させていただきました。とても温かい雰囲気で、楽しく歌わせていただきました。今後の私のライブ活動ですが、時短になっておりまして、17日まではどこのお店も10時閉店です。10時にはもうお客様も退出する感じで、9時半にライブが終わるような感じで、時間の変更がありますが、12月8日は赤坂の K というところに出演いたします。12月10日は世田谷のクレイジーラブ出演いたします。ジャズトリオですね、トリオ演奏です。12月16日は元町中華街にある、シャンソニエデュモンというところで、素晴らしいヴィンテージのピアノがありますお店で、シャンソンの歌手の方と2人で出演いたします。12月28日は深センの、老舗ポップスライブハウス、ランタンにて、年忘れ、ミラノザ・ミラノバンドライブをお送りしたいと思います。まあ賑やかに行きたいところですが、まあちょっとね、密にならない程度に開け放して寒い中やっていきたいと思います。ご興味ある方は番組または私の、ホームページ、Facebook をどうぞご覧くださいませ。あと年明けすぐに、世田谷共同のクレイジーラブ出演、1月8日から10日はちょっと、一応今のところは結構する予定ですが、金沢、山城、富山、3日間北陸ライブ、遠征いたします。
1月28日は赤坂系、1月31日は鎌倉ダフネ新春ライブ、こちらも豪華メンバーでね、お送りして、ちょっとステージにミュージシャンが乗り切れるかなぐらいな豪華メンバーでお送りいたします。あと、どうしてもこれは毎週力説というか宣伝させていただきますが、2月13日リアルバースデーは、六本木キーストンクラブ東京で行います。ぜひぜひご予定に入れておいてください。今日はいろいろありがとうございました。あとは、まだ CD プレゼントが残っております。私の、オリジナル CD、ブルーローズ、2バージョン、それ1枚ずつと、井上新平さんの、CD、まだありますので、余裕がありますので、ふるってご応募くださいませ。あと、この番組にリクエスト、また、質問、など、ご意見ありましたら、怖いですけど、優しく、優しい質問、ご意見をお待ちしております。なんかとてもいいご縁をいただいて、まあ、こんな、なかなかコロナは、収束しないですけれども、本当に夢を持ってみんなでいろいろ気をつけ、まあ、日々に感謝して過ごしていきたいなと思っております。来週はですね、また音響芸術学院というか音響の学校を持っていて、本人はですね、その校長をしつつ、まあ、自分でもバンド活動もしている魅力的な、男性をゲストをお呼びしております。それもお楽しみになさってください。次の週はまたマダム美穂が登場して、今度はちょっとピアノ曲をご披露して、ちょっとミニライブなども予定しております。まあね、こういった空間でライブするものも実はやってみたらとっても楽しかったので、続けていきたいと思います。本当に今日はありがとうございました。シンガーミラノのミラノ通信、いろいろ幸せになれるように、いろんな楽しいこと、楽しい情報を共有していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。もう少しこの、オリジナル曲、私の曲を聴いてください。毎週金曜日15時から、15時50分、どうぞ鳥越あずうり FM、ぜひミラノのシンガーミラノのミラノ通信お楽しみください。最後までありがとうございました。皆さん風邪と、ね、うがいをして、いろいろ予防してください。マスクも忘れずに。ありがとうございました。